愚痴愚痴ちょっとだけ絶対抜かす無理無理嫌だ無理無理どんなことでも2人の間では競争氷の上でも表彰台を争ってきた青木優奈本田真凜3年後の平昌オリンピックを目指す共に中学2年生優奈ちゃんが飛んでたら自分も飛ばないとって思って頑張って練習したりするのですごいいい存在ですすごい同い年で最初は憧れだったんですけどだんだんちょっと追いついていけるようになったと思うんでライバルとしてお互い高め合っていけたらいいなって思いますシニアのトップ選手でさえも簡単には飛べないジャンプを軽快に決めてみせる期待の新世代今シーズン新たなステージへと一つ階段を上るジュニアでは絶対飛ばないと勝てないと思うのでもうジャンプはもちろん飛ばないといけないし表現も今まで通りできたらいいなって思います普通の時にはちょっと遠慮しつつでも演技になったら堂々と自分らしい演技ができるようになったらいいなって思います今シーズンからジュニアに挑戦する本田真凜選手と青木優奈選手2人は大の仲良しで会場に入ってからは常に一緒に行動するなど初めてのドリームオンアイスを楽しんでいるようですそして昨シーズンはそんな2人よりも1歳年上の樋口新葉選手がジュニア1年目からシニア顔負けの実力を見せてくれました本田選手、青木選手の2人は全日本選手権まで一気に駆け上がってくるんでしょうかそして国際大会での活躍も今から楽しみですこんなダイヤの原石を見られるのもドリームオンアイスの大きな見どころの一つさあ注目の2人の演技はこの後です